財政はだいぶ伸ばしちゃったから、結構危ないかもしれないですね。で、だからその時に、やっぱり、なんかやっぱりプランを作っといた方がいいだろう。金融危機の場合でもそうだけど、財政危機の時のプランというのも、ある程度作っといて、どこで、どうやって調節するかっていうのは、なんていうか、コンティンジェンシープランとかよく言うでしょ、そういうのが起こった時の場合にどうするかっていうのはある程度今から考えとくっていうか、それから国民の合意をある程度つけとくっていうか、それはやっぱり必要だと思いますね。でないとやっぱりどうなっちゃうのかみんな心配なんじゃないかと思うんです、財政に関しては。財政がうまくいかなくなってきた時に出口としては、その支出をカットするということと、それからその税収を増やすというのと、それからインフレでもってその国債を減価させるというのと、あるいはインフレ期待でもって長期債の価格を下げちゃうというのと、だからその3つなんですね、大体。だからそれをどれくらいの割合でやるかということと、どういうその支出をその優先的に持ってくるかっていう、あるいはどうやってその財源を入れてくるかとかっていうのはやっぱり重要ですよね。で、おそらく前さっきも言いましたけど、最低限の生活を保障するっていうのは一番重要なんですよ。やっぱり憲法にも保障されてることはやらなきゃいけないんですよ。公的で文化的な、なんだっけ、最低限の生活、あれはやっぱりやんなきゃいけないんですよね。大体何年後？いや、それは全然予想できないね。こういうのって割に急に来るんですよ。で、多分その外国人が大量に国債を買わなきゃいけなくなった時がそうなんです、ね。日本の中だけで回らなくなるっていうのは、要するに貯蓄率どんどん下がるから、でそうなって外国人に その国債をたくさん買ってもらわなきゃいけなくなった時に、外国人は 0.1% の10年後じゃ買わないかもしれない、でそれで急にピュンと金利が上がる可能性があるわけだから、そこが多分一つのきっかけになると思いますけど、国債が、その日本の国債が国際化するっていうか、グローバルに持たれるようになって、しかもそれにその借り換えリスクが出てくるっていうことになったら、やっぱり、そのコンティンジェンシープランを考えておいた方がいいと思う。